ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢。どうしたの？また知らなきゃよかった雑学を調べてきたんだ。聞いてくれよ。いいよ。なんか知らなきゃよかった雑学って怖いもの見たさで知りたくなるんだよね。ってことで今回は知らなきゃよかった雑学10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのは、シルバーシートの位置は事故の時、最も損傷の激しい部分にあるだ。電車やバスのシルバーシートは、事故が起こった時に、最も損傷が出るであろう場所に設置されているんだ。それってつまり、事故が起きた時に、一番被害が出て、なおかつ助からない可能性が高い場所がシルバーシートってこと？そういうことだ。それは、怖いことを知っちゃったよ。空いてるからといってシルバーシートに好んで座る人は気をつけろよ。まあ、死に急ぎたいなら、ご自由に。二つ目に紹介するのは、全身麻酔をしても手術中に目が覚めることがあるだ。一般に全身麻酔の手術中に目が覚めてしまうことは術中覚醒と呼ばれ、頻度は 0.2% から 0.4% 程度と報告されているんだ。術中覚醒なんてものがあるんだね。絶対なりたくないよ。そうだよな。実際、術中覚醒は患者さんにとって非常に不快な経験で、PTSD、心的外傷後ストレス障害につながる可能性もあるため、全身麻酔における重大な合併症の一つとされているんだ。術中覚醒の体験談もあるんだぜ。そうなんだ。体験談聞いてみたい。麻酔科医は点滴で何かを女性に投与し、彼女の顔にマスクをかけて深呼吸してと言ったんだ。言われた通り深呼吸をすると、深い眠りに落ちていったんだ。ここまでは普通って感じだね。そうだな。女性が目覚めると、まだ手術室の音が聞こえたんだ。スタッフが立てているガチャガチャという音や、モニターなどの機器が動いている音がしたんだ。ああよかった、終わったんだと思っていたら、執刀医の声が聞こえてきたんだ。執刀医はなんて言ったの？メスと言ったんだ。手術はこれからだったんだね。でも、全身麻酔が効いてない状態で手術して大丈夫なの？ああ。女性は麻酔は効いてなかったが、麻痺剤は効いていたんだ。麻痺剤って何？麻痺剤は腹部の手術では一般的で、腹筋を弛緩させるため腹部切開時に筋肉の抵抗がさほどなくて済む薬なんだ。なるほど。女性はパニックになり、起き上がろうと試してみたのだが、動けなかったんだ。麻痺していたため、泣くための涙さえ出せなかったんだ。その時モニターから、女性の心拍数を示す音が聞こえたんだ。心拍数はどんどん高くなっていった。恐怖そのものって感じだね。ああ。執刀医が切開口を作り、腹の中に器具を押し込んでいるのを感じるしな。結局手術は1時間半ほどかかったんだが、女性はずっと起きていたんだ。女性はその後どうなったの？ PTSD になってしまったんだ。相当辛い体験だったよね。聞いてるだけで具合悪くなってきそうだもん。そうだよな。3つ目に紹介するのは、クルーズ船には死体安置所があるだ。大型のクルーズ船となると何千人ものお客さんが乗り、お年寄りの割合も高いため、クルーズ船内で人が亡くなるのは珍しいことではないんだ。世界のクルーズ船全体で、毎週に、3人は亡くなっているとも言われているんだぜ。そうだったんだ。知らなかった。客船内で人が亡くなるケースとしては、心臓発作などの突然の病気や、持病の悪化、事故などがあるんだ。陸に着くまでに時間がかかるから遺体安置所があるんだね。そうだ。大型船なら通常3から5体ほど収容できるようになっているんだぜ。クルーズ船に遺体安置所があるなんて、びっくりしたけど、よく考えたら、あるのが普通かもね。四つ目に紹介するのは、人間は一生のうちに、平均16回殺人犯とすれ違っているだ。平均的な大きさの町に住んでいる場合、毎日10人の人とすれ違うかける1年は365日かける平均寿命は71年イコール、一生のうちですれ違う人間は26万人。そして殺人犯は10万人に6人という割合だから、6×26 万分の10万という計算で、15.6 人ということになるんだ。とは、もしかしたら、今までに一人はすれ違ってるかもしれない。可能性はあるな。5つ目に紹介するのは誕生日に死ぬ確率は、それ以外の日に死ぬ確率より 13.8% 多いだ。インサイダーによると、2012年のスイスの調査では、60歳以上の人は別の日よりも自分の誕生日に、死亡した人が 13.8% 多いことが判明しているんだ。誕生日に亡くなるのってなんか悲しいね。何か原因があるの？ああ、誕生日に亡くなる原因はいくつかあるんだ。一つ目は外的要因によるものだ。特に20歳以上の人々は、誕生日をアルコールで祝う傾向があるため、飲酒運転やアルコール中毒などの状況に関連する致命的な事故の犠牲者になる可能性が高いというんだ。なるほどね。二つ目は心理的要因によるものだ。例えば末期症状の病を患っている人は、次の誕生日まで頑張って生きようという、目標を抱えていることがあるんだ。
一方で、人生は永遠に続くものではないというストレスを感じている人たちは、誕生日を死の目標とする人もおり、そうした心理的要因が誕生日前後の死の確率を高めているというんだ。そうなんだね。ああ。三つ目は生理学的理由によるものだ。私たちの体は24時間周期の体内時計と1年周期の生体リズムで動いていると考えられている。生まれた日がちょうど生体リズムの境となり、体がストレスを感じ、死に至るのではないかと指摘する科学者もいるんだぜ。悲しい雑学を聞いてしまったよ。6つ目に紹介するのは耳垢が湿っている人の8割は脇がだ。え、何それ？匂いの感じ方には個人差があるから、脇がのセルフチェックはなかなか難しいのが、見極めの一番のポイントは耳垢の状態なんだ。どうして耳垢が湿ってると脇がの可能性が高いの？耳の穴にはアポクリン汗腺があり、耳垢の湿り気具合は、アポクリン汗腺の量によって決まると言われているんだ。つまり、アポクリン汗腺の量が少ない人の耳垢は乾燥していて、多い人の耳垢は湿っているってこと？そういうことだ。そして、耳垢を湿らせる原因であるアポクリン汗腺は、脇がの原因でもあるんだ。だから、耳垢のタイプと脇がには深い関係があるとされているんだ。今まで適当に耳掃除してたけど、次はどのくらい湿ってるか確認してみよう。そうしてみてくれ。7つ目に紹介するのは腰 100% は環境に悪いだ。精子業界第2位の日本精子は2007年4月に腰 100% の再生紙を廃止したんだ。理由は2つあり、1つは腰を何度も再利用しているために再生紙の品質が悪くなっていること。2つ目は腰 100% の再生紙を製造する際に石油や石炭などの化石燃料の使用量が増えて、二酸化炭素排出量が腰を使わない場合の2倍以上になることだったんだ。そうだったんだ。腰100って環境にいいイメージがあったけど、二酸化炭素排出量が2倍以上になってるとは思わなかったよ。八つ目に紹介するのは砂漠で一番多いシーンは溺死だ。砂漠での死というと、砂嵐や脱水症状、熱中症、砂を吸い込むことによる病気などが考えられるが、実は一番多いシーンは溺死なんだ。砂漠でどうして溺死するの？砂漠に起こる洪水のためなんだ。砂漠ではほとんど雨が降らない。そのため、砂漠の砂や土というのは非常に乾燥していて、ぎゅっと固まった状態になっているんだ。乾ききった状態になっているから、簡単に水を通さない仕組みになっているんだ。乾ききっている土地に雨が降れば、スポンジのように吸収されるんじゃないの？いや、そうじゃないんだ。乾燥しきった砂漠の土地では、一気に雨が降っても、染み込むのには非常に時間がかかるんだ。だから、砂漠に雨が降っても、すぐには吸収できず、地表を激しく流れて低地へと勢いを増していくんだ。そうなんだね。ああ。普段乾燥しきっている砂漠で雨が降るとき、激しく鉄砲水のように降ることがある。そうして大量の雨が降った場合、雨は砂漠の砂地に吸収されることなく、地表を伝ってザーッと流れていくんだ。この水の勢いは、激しい大洪水と同じ威力があり、雨が降ってから洪水になるまであっという間だから、簡単に逃げられないんだ。気がついた時にはもう洪水に飲み込まれていて、溺死してしまう人が後を絶たないんだぞ。砂漠で溺死っておかしいって思ってたけど、理由を聞いたら悲しいけど納得だね。2009年にも砂漠が広い地域に広がっているサウジアラビアで、106人もの人が洪水によって死亡したというニュースがあったんだ。水分が吸収されることなく洪水になってしまったんだね。そういうことだ。9つ目に紹介するのはジャムおじさんは頭がハゲているだ。霊夢はジャムおじさんを知ってるか？もちろん知ってるよ。アンパンマンに出てくるキャラクターで、パン工場でパンを作っていて、巨大メカの発明や歴史や地理にも詳しいんだよね。その通りだ。ジャムおじさんの帽子を取るとどうなってるか知ってるか？わかんないなぁ。でも横に出てる髪の毛の感じからして、アフロみたいになってるのかな？残念、ハズレだ。正解はハゲなんだ。そんなバカな。実際に帽子が取れちゃったシーンもあるぞ。小さい頃からアンパンマンを見てたのに知らなかったよ。なんとなく、ショック。最後に紹介するのはゴキブリは15分おきにおならをしているだ。実は地球上で出されるメタンガスの 20% がゴキブリのおならなんだぜ。20% も？そうなんだ。ゴキブリは15分おきにおならをしているからな。それに、4、58時間はメタンガスを放出し続けるんだ。ゴキブリがおならをしていること自体びっくりだけど、15分おきにしてたなんて。じゃあ、この前の死闘の時もおならしててもおかしくないかも。してたかもな。やだ？今回の雑学も面白かったよ。知らなきゃよかったとも思うけどね。ただすごいだけの雑学はつまらないだろ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。